はい、皆さんこんにちは。今日はこのボクシーハイブリッドで高速道路に乗るのが初めてなので、まず初一発目の走りのインプレッションをちょっと私なりにしていこうかなと思います。ご存知の方、視聴者の方でもご存知の方多いと思うんですけれども、まあ、私は以前ステップワゴンの RP5 のハイブリッドに乗っておりましたので、まあそれとのまあ比較の観点で、まあ差し支えない程度にちょっとご紹介をしていこうかなと思います。で、今日はですね、木更津の方にちょっと行ってきまして、まあ、私の住んでるところからですと、まあ、大体木更津まで大体100キロぐらいですかね、ある道のりになります。まあ、ほとんども高速道路乗ってきていて、まあ、外環通って首都高を通ってでアクアラインの方を抜けてっていうことで木更津の方まで行ってきたんですけれども、本日の燃費でっていうと、20.8 キロパーリッター、まあ、リッター21キロですね、まあ、走ってくれます。まあ、かなり最初の走り出しっていうことで考えたら非常に燃費性能としては高いんじゃないかなと思います。で、今まだ私この車なんですけど281キロしかまだ走ってないんですけれども、ステップ4の時はね、確かもうちょっと燃費がね悪かったような気がするんですよね。で、僕はまあその時はハイブリッドには乗ったことがなかったんで、ハイブリッドなりのその運転の仕方っていうものをまあ自分の中でもまあ身につけてなかったというのがありました。まあ、なので、まあ、最初のその乗り出しでのその燃費の違いっていうのはもちろんあると思います。で、まあ、私ももうすでにハイブリッドの乗り方っていうのはある程度慣れてたりもするんで、まあ、燃費のその出し方みたいなものも、まあ、自分の中でもちゃんと守って乗ってるんで、まあ、最初からリッター21っていう、まあ、燃費がちゃんと燃費性能が出ていたと、まあ、いうことが言えるのかなと思います。で、燃費はですね、まあ、以前私の動画を見ていただいている方はもうご存知の方も多いと思うんですけれども、特にこういった冬場ですとエアコンを使うことがすごく多いと思うんです。で、私はそのエアコンを使ってしまうとエンジン自体がやはり稼働してしまうんで燃費性能としては悪くなってしまうと思います。特にハイブリッドは冬場あまりそのガソリン車と燃費性能が変わらなくなるっていうのがあって、その理由というのがやっぱりエアコンを使わなければならないので、エンジン自体がずっとこう稼働し続けてしまっている。エンジンのその水温を上げてやらないとエアコンというのがもちろん暖房が効かない状態になってしまうので、まあ、ある程度その設定温度にもよるんですけれど、やっぱ設定温度が高ければ高いほどエンジン自体のその稼働している時間というものは長くなってしまって燃費が悪くなってくる。そうするとハイブリッドとガソリン車の燃費性能の差っていうのがこうあまり出てこなくなってしまうっていうのがあります。特に冬場はそうなんですけども、あります。で、私は再々言ってるっていうのはこの車にもそれを反映させてるんですけれども、ステアリングヒーター、それからシートヒーターをつけています。で、この車は後ろにもシートヒーターをつけているんですけれども、まずなんでそれをつけたかというと燃費に非常に効くっていうことがあります。で、このステアリングヒーターなんかはもう非常に良くて、もうステアリング自体があったかいんで、その今までは手が寒いからこうエアコンの吹き出し口にこう手を持っていく、だからエアコンをつけなきゃいけないっていう状態があったわけなんですけども、それがなくなってこのステアリング自体があったかいから、とにかくこのステアリングをこう持とうということで、まあ、そういった意味もおいて、とにかく手先が冷えるっていうのがあります。手先が暖かいと結構エアコンがなくても全然暖かいですし、シートヒーターもこれついてますので、非常にエアコンをつけなくても全然乗り切れる。もう特にこの南関東の方ですともう全然問題ない。まあ、もちろん北海道とかね、非常に気温が低いようなところ、マイナス20度を超えるようなところになってきちゃうと、まあステアリングヒーターとシートヒーターだけじゃ足りなくなってくるとは思うんですけれど、こういった関東、南関東とかです
してる方だと思います。なかなか冬場でリッター21キロ出せるっていうか、出せる車っていうのがなかなかなかったりするんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういったこともあってステアリングヒーターとかね、あの電気ステアリングヒーター、シートヒーターが燃費に効くと思ってる人っていうのがほとんどいないと思うんですけども、実は非常に燃費性能に効く装備であると、まあ、いうことがあります。まあ、燃費はね、なので燃費自体は非常に好印象と、まあ、いうことがまず言ってみます。で、ちょっと私やり方ちょっとまだ完全に熟知してないんですけど、メーター上で見ると給油の平均燃費っていうのはまあ 15.4 と、およそ2キロ先 D 型光弁です。で、この3つぐらい見れるんですよね。区間燃費とか、あとは平均燃費とか、まあ、その時のリセット後の燃費ですか、まあ、見れたりとか、でアプリ上でもあの見れるようになっているので、それがどういうのかというと、まあ、このようにメーター上は給油後の平均燃費ということで見れますし、でこれアプリなんですけど、アプリ上ではこのように今日の燃費が見れる、今日の走行燃費が見れると、パーリッターということで見れる。もう自分のこの顔だけをこうもう撮りっぱなしにするってこう退屈な動画になりにくいところなんで、これすごく見やすいです。もう一つ高速走ってすごくいいなって思ったところは、この車自体の、この車自体がものすごくしっとりとした乗り味になってる。あの乗り心地だけじゃなくて、もちろんそのエンジン的な味付けなんかもそうだし、その車内のその静かさみたいなものもそうなんですけども、全てがこう全てのその相乗効果、全てこう研ぎ澄ました相乗効果によって、もう車自体がものすごくあのしっとりとした430円です。なのでものすごく長距離移動する上でものすごく快適な車になっているということです。これで東京大阪間の走りに行ったとしても本当に疲れない車になってるなという印象をすごく受けます。そのぐらいね、すごくねしっとりしてて、車がものすごく上質な走りをしてくれる、疲れない車になってます。今までのミニバンだとなかなかそういったことってありえない概念だったと思うんですけれども、もうこのねノア欲しいになってから車がもう全く変わってきてる。今までのだから80のノア欲しいと比べちゃうと、もう90っていうのはもう別車になってるなっていうのがものすごくあります。80の車も私乗せてもらったことあるんですけれども、80乗ってた当時はステップワゴンに乗ってたん でステップワゴンと80とって比べると、やはりステップワゴンがすごく車としてのその上質感っていうのがやはりある、しっとりとした車だっていうのも、まあ、過去の動画を見ていただくとそのインプレッションしてるんですけれども、そのさらにやっぱり上を行ってるっていうことになります。だからミニバンだからといって、まあ、家族車でその居住スペースだけをその追い求めた車という、そういった車じゃなくて、移動手段として申し分ない快適な車になっているっていうことですね。そこがすごくいいと思います。ちゃんとこれ声ね伝わってると思うんですよ。で以前この先1キロで料金所です。でこの間子供を、まあ、後ろに乗せたんですけど、後ろから何を喋ってるのかっていうことがしっかりと聞き取れるっていうのがあります。でこの前に僕あのこの車を待ってる時に移動車としてフィットを乗ってたんですけれど、フィットぐらいの大きさの車なのにもかかわらず、後ろから喋りかけられても何を言ってるのかが全然聞き取れないんですよ。でフィットってね、何がうるさいかというと、ロードノイズがものすごくうるさくて、まあ、そこから出るこう放射音ですよね。もうそれがもう車内にこう響き渡るような、その反響するような、もうそういった音になってるので、もうすごくねうるさいんですよ。であの車がものすごく静
て改めて感じた点になります。最後に3つ目なんですけれど、すごくいいなと思うのはこの 10.5 インチのディスプレイオーディオです。これのやっぱ性能、まあ、トヨタのその T コネクトももちろん含んだ仕様のものになってるわけなんですけれど、やっぱこのシステムがやっぱ素晴らしいですね。すごいね、全然違いますね。もう他メーカーではちょっとこう味わえない、まあ、そういった性能も、そういった素晴らしい機能を兼ね備えてるということですね。そこがとにかくねすごくねいいところになりますので、やっぱりナビなんかもやっぱすごく優秀ですし、 AV 機器なんかも非常に優秀です。まあ、そういったところがやっぱりトータルとしてやっぱすごくいいなって思いますので、いいなって思いますし、でこれドライバーだけじゃなくて後席に座ってる人、それから助手席に座ってる人もすごくいい車だなと思えると思います。ドライバーが乗って楽しい車っていうのは結構いろいろあったりするんですけど、こういったドライバーだけじゃなくて助手席に乗ってる人、それから後部座席に乗ってる人も楽しく移動できる車って結構ねないと思うんですよね。でそれがこのマクシーっていうのは運転者だけじゃなくて助手席後部座席の人間も楽しく快適に移動することができる車になっているということですね。でそれがそこにつながっているのが何かというと、やはりこういったトヨタのディスプレイオーディオ、後席モニターつけてありますし、そういった AV 機器の良さ、 T コネクトを含めた AV 機器の良さっていうものがやっぱり他メーカーに比べるとやっぱりリードしているっていうところですね。そこがやはりねすごくいいなって、まあ、今回ちょっと一発目乗ってみて感じたところになります。このノアボクシーなんですけれども、まあ、未だに納期も非常に長くて1年半とか2年とか待たなければならないといった、そういった状況になっているみたいなんですけれども、まあ、ぜひ納車待ち、心待ちにされている方も多いと思いますので、まあ、気晴らしに私の動画を、まあ、見ていただけると幸いかなと思います。はい、また次の動画でお会いできます。